礼しました。まあ、ちょっと選挙活動で私も身を守られている状況でございますので。大きいんだやっぱりこうなります。はい、笹塚駅の皆様、改めまして、今、私東京都議会議員候補、渋谷区から選出、立候補させていただいております。無所属の小宮山宏でございます。本日、少々の間ですね、こちら笹塚駅におきまして、今回の東京都議会議員選挙出馬におけます私小宮山宏のですね、お訴えをさせていただきたいと思います。まあ、私自身ですね、今回東京都議会議員選挙この渋谷区から、全部で5名の、候補者が立候補しております。まず1人が自民党さん、公認です。それから立憲民主党さん、それから都民ファーストの候補者が2人、まあ、いわゆる都民ファーストさんは不公党ではありませんが、私以外の4名の候補者はですね、いわゆる政党支援を受けている、そういった候補者でございます。皆様、今この1年半以上に続いております、誰もが予想もしませんでしたこの大変な大変なですね、コロナ大恐慌の中で本当に多くの皆様がですね、生活が厳しい状態に、陥ってしまっている、そういった中でですね、私も約この1年間にわたる小池都政のですね、いわゆるその採用、政治施策に対してどうしてもですね、やはり、あ、何か、どうもこんにちは。あ、はい。あ、どうもありがとうございます。あ、お父様、渋谷に。
議会や都庁に行き来をしております。正直なところなかなか私たちのこういった街のですね、どういうふうな街の状態になってしまっているのか、飲食店を時短にします、8時まででお願いします、協力金を出します。しかしながら現場の飲食店の人たちが、アルバイトの方々が首を切られてしまって、いわゆる生活ができない、家もなくなってしまう、本当にそういったですね、貧困の状態になってしまっているところまで、果たして政治家の方まで目が届いているかといったら、もう今のですね、状況というのは決してそういうものではないんです。ですからこのほとんどの方が思われていると思うんですよ、1年半に続いているこのコロナ、このコロナ禍の中でですね、逆に経済や景気が良くなってですね、お金が貯まっている人よりもですね、やはり困窮されている、そしてご年配の皆様、おじい様、おばあちゃまもですね、コロナでただでさえコロナが感染するのが心配だ、ようやく2月からワクチンが普及されました。しかしながら日本というのはですね、先進国でありながら、コロナに関し、あのワクチンに関しましてはですね、世界で普及されたのが最下位だったんです。いまだに全国民までワクチンが打たれているのが行き渡っておりません。それにもかかわらず皆様、今回の昨日から始まりました東京都議会議員、これテレビでもですね、たまに報道されてますよね。どうやって報道されているでしょうか。今回の東京都議会議員の争点はオリンピックだということで報道されているんですよ。私はですね、そういったニュースを見るたびに、どうなってしまってるんだ、東京都はどうなってしまってるんだ、東京都議会の政治はどうなってしまってるんだ。もちろん私もオリンピックを開催することに関しましては反対ではないです。やっぱりもともと1年半前からですね、誰もが予想しなかったこのコロナ、せっかく日本でですね、日本で30年ぶりに開催されることになったオリンピックですよ。コロナがなかったら皆さんがやっぱり楽しみにしてた、この日本というものに対して誇りに思ってた、そういったイベントでした。しかしですね、なぜ今東京都民の皆様が、あ、どうもお姉様ありがとうございます、小宮山博士でございます、あ、行ってらっしゃいません、ぜひ日曜日には小宮山博士をですね、本当に、皆様の近況をよろしくお願いしたいと、あ、お母様どうもありがとうございます。これ僕はぜひ、ね、5名お金
ビッグとかそういったお金とか、あ、どうも、あの先ほどお父様にご挨拶させていただきまして、小宮山博士でございます。あの唯一5人の中で私たちだけがですね、所属で一人で戦ってます。今こんなにあの大変な世の中なのに、オリンピックとかそういったところなんかにお金をいっぱい使ってる人たち、絶対に僕はね、もうおかしいと皆さんそう思ってらっしゃるんですよ。だけどもう誰かが声を上げなければ、立ち上がらなければダメだということで、もう負けとさか思ってないんですけど、あの今度頑張ってますという方がぜひ小宮山博士ですね、よろしくお願いします。僕もやっぱり、まあ、本当に介護の仕事をやってました。現場の組織っていうのも、やっぱりああいう政治家の人たちっていうのは、もうこんな大変でも2000万の借り上げの面会とかってですね、苦労を全然分かってないんですよ。で、僕はだからやっぱり渋谷でね、この渋谷町って世界の渋谷ですから、なんとかして渋谷から海岸とかですね、なんか世の中を少しずつ変えるんじゃないかと思って、もう毎日一人でずっと頑張ってますから。経済
政治家の人たちは毎月100万円ですよ。私たちの税金からです、ね、あの小さなお子様、小宮山博士でございます。ぜひ私かけてみてください。はい、ありがとうございます。もう皆様とも本当に同じ立場、私は唯一ですね、本当に、既存政党支援を受けていない、何にもその既得権益とか、利権とかですね、しがらみですよ、全くない唯一の候補者なんです、渋谷区から。だから私は逆にですね、チャンスだと、そういった思いで、今日の2日目に至るまで、一生懸命、各駅をですね、回らさせていただいてます。本当にこの小さな校内で、大きな声を出して本当に大変申し訳ございません。おばあちゃま、小宮山博、東京都議会選挙が、昨日から始まっております。残念ながら、4年前の、選挙においては投票率が、約 50% ですから、実に2人に1人の方が、お姉ちゃん、お帰りなさい、お母様、小宮山博でございます。唯一5名のお方、ぜひ知らせてと思ってたんです。私ね、お嬢ちゃまと同じように、ご近所の方、ね、小宮山さんっていうのが駅にいたけど、あの人、本当変えてくれるということで、よかったら、ぜひ本当に一票、ね、お友達さんとしてね、お嬢ちゃん、お願いします。一応、少ないはい、お母さん、ありがとうございます。もう本当に真剣にね、皆様の期待に伝えますので、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、私も本当にね、悲しいベタではあるんですけども、やっぱりね、今私が皆様にお話ししていることというのはね、私は皆様と同じ、本当に他の候補者とは違う都民目線で苦しみも知ってるんです。大変な生活も私自身がしてるんです。それでもやっぱり誰かが立ち上がらなければ、この世の中、今の政治家のための政治、既得権益とかですね、利権政治によって私たちの未来のための大切な税金を使われてね、お兄ちゃん、たまらないと。小宮山博士です。ぜひ投票行ってください。で、どうせ選挙に行かずに一票無駄にするんだったら、その捨てるつもりの一票ですね、皆さん、小宮山博士にですね、もうダメ元で入れてくださいね。お兄ちゃん、お帰りなさい。そうです、皆さん本当に、もうすでにですね、ご自宅の皆様のご自宅のポストには東京都議会議員選挙の投票用紙が届いていると思うんですよ。今までもう実に選挙は2人のうち1人が行かれてないというのが実情です。皆様も選挙に行ってもですね、どうせ何も変わらない、選挙に行っても自分には関係ない、いいえ、そんなことはございませんよ。皆さんが選挙に行かなかったから、この大変なコロナ情勢の中でですね、政治家ファースト、都民ファーストです。政治家の人たち、小池さんもですね、いつもいつもテレビで言ってます、ね、一番最初に話すことは、皆様の都民の生活と命をですね、皆様の都民と皆様の命と生活を大事にって小池さん言ってますけど、じゃあ実際にずっと1年くらいこれを言われ続けて、私たち東京都民一人一人に対して何か目に見えるようなですね、救いの手を、政策をしていただいたでしょうか。全くしていただいてないんです。もう皆さんですね、騙されないでください。騙すという言葉は非常に良くない。だから何度も言います、今週の来週の日曜日が投開票日になってますが、できましたら今日、私選挙戦始まりましてから今日初めてとりあえずこの笹塚駅にお邪魔させていただきましたけども、また選挙戦あと7日残ってますんで、もう1回2回ぐらいお邪魔しようと思ってます。まずはお父さん、小宮山博士というものがね、なんかいたなと。東京都議会議員選挙です。私だけが5名の候補者の中で唯一無所属です。政治とか利権のしがらみがお父さんないんですよ。ぜひですね、ポスターはね、ちょっと私も無名なんで、普通のスーツやってても目立たないから、ポスターだけ目立たないということでやってますけど、性格はしっかりしてます。お父さん、ぜひ読まれてください。令和新選組、でも令和さんは渋谷から出てらっしゃらないから、令和新選組さんはね、公募で申し込んだんですけど落選しました。いや、よくわかりません。はい、でも僕は渋谷ですか。あ、本当ですか。だから渋谷は令和さん出てませんけど、でももしかしたら
組の新車だけども、あのだから渋谷区は例は出てないんですよ。ぜひあのよろしくお願いします。まあ、思想はね、私も弱者救済に似てはいます。今から移動させていただきます。笹塚さん、こんにちは。
保護長を変えなさい、小宮山博です、ね、スマイルです、笑顔で、お母さん、ぜひ小宮山博によろしくお願いいたします。選挙に行かないよりも絶対にですね、ゴミ箱に投票用紙を捨てるぐらいだったらちょっと投票所に行くのにはお手間かかりますけど、皆さんの投票用紙をゴミ箱に捨てるぐらいだったら小宮山博にですね入れていただいた方が必ずですね、その私が皆様の期待に応え、お母様期待に応えるような、本当に小さなお子様からご高齢者の全ての皆さん、そして皆さんと一緒にここで立ち上がりましょう。もうほとんどの方が今の政治に対して不満を持ってらっしゃると思います。声を上げるしかないんです。もしご自身が立ち上がれないんだったら私に託していただきたい。私は自分のことよりも皆様から託された方が100倍力が発揮できる、そういった人間でございます。それに私、小宮山博でございます。今日は東京都議会議員候補、この渋谷区から選出の私、小宮山博でございます。ぜひお名前を覚えるだけではなくてですね、東京をお願いしにやってまいりました。もうお時間がなくなってるんですよ。ぜひとも、お願いではなくて、もう小宮山博、お父様、お母様、お疲れ様です。もう本当にコロナで大変、お坊ちゃまもお疲れ様です。お帰りなさい。もう私は既存政党、そういった政治家を悪い人たちを倒したいんですよ、お母さん。ぜひ小宮山博、ありがとうございます。ちょっと私ね、もう知名度がないんでね、スーツでも誰も聞いてくれないんで、こういう侍みたいな格好でもう目立ってね、やるしかないんですけど、お母さん、まあ話はね、もう本当にもう、もしね、今投票先なければですね、ぜひ私に一回勝ててください。もう私だけが唯一一人で戦ってます。もう政党支援を受けてますし、もう借金して相談金集めまして、なんとか今の大した政治をねやりつけたいと思ってるんですよ。これね、お母さんもそう思いますよね。父はですね、高齢者の人をね、もうなんかね、守りますとか言ってて、何にもしてくれてないの。だから僕は今皆さんが必要なのは生活です、不安です。それを解消するにはお金です。お金が全てじゃないけど、僕は唯一5名だからね、10万円を給付するという公約に入れてるんです。できるんです、調べました。しかしこんな状態にもかかって国民を優先しようと、ね、皆さんそう思われてるでしょ。だからお母さん力貸してください。お母さんね、ちょっと私は10名さんだと思って頑張ってよ。ありがとうございます。雨が降った時でも何だろうが私はずっと、立ち続けてまいります。
とし続けて訴え続けてまいります。また査察会議もですね、来させていただきます。その時には何人かの方が、小宮山さんもうあんたに期日前投票したからね、本当にそういうふうな方がですね、一人でもお二人でも増えていただければということで、本日のご挨拶とさせていただきます。皆様、今日は、30分ほどでございましたが、いってらっしゃいませ。小宮山博士でございます。投票用紙届いてます。ゴミ箱に捨てるくらいだったらお姉様ね、小宮山博士にですね、ゴミ箱に捨てる、その皆さんがゴミ箱の投票用紙を捨ててしまうことによってまた何も変わらないような政治家を生んでしまうのか、それともですね、たまたま小宮山博士という人間に、どうせゴミ箱に捨てるぐらいだったらちょっと投票所に入れてやろうか、そういった皆様の一人一人のね、思いが本当にこのコロナ禍の中でですね、希望、未来の希望をですね、本当に作っていける、そういうものだと私思っておりますということで、本日のね、ご挨拶させていただきます。今からまた初台の方に、行きます。皆様、本当に今日はですね、笹塚駅の皆様、そして、未来薬局さんですね、うるさくてご迷惑をおかけいたしました。皆様、東京都議会議員選挙、昨日から始まっております。来週の日曜日が7月の4日が投票日になっております。東京都議会議員候補の小宮山博士でございます。唯一のしがらみのない政党支援を受けていない、でも他の候補者に私が絶対負けないものはですね、正義感と純粋さとですね、強さでございます。正義に立ち向かう強さ、これは絶対に私持っております。今こそ本当に真っ当な議員を、純粋な議員を誕生させてですね、私たちの生活を取り戻してまいりたい、参りましょう。どうもありがとうございました。皆様、東京都議会議員候補の渋谷区から選出、小宮山博士、東京都議会議員候補、小宮山博士でございます。ぜひとも投票用紙、そして選挙のハガキをね、捨てられるぐらいだったら小宮山博士にお願いしたいということで、本日のご挨拶とします。本当は、佐々木さんの皆さん、すごく温かい人だから、ここであと4時間でも5時間でも、して気持ちはございますけども、あまり長くしますとね、峰薬さんとかもまたお仕事大変なので、今日はこちらで失礼します。最後にいきます。皆様、東京都議会議員候補、昨日から選挙始まっております。私、無所属スマイル党推薦、小宮山博士です。無所属スマイル党推薦、小宮山博士をどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。失礼いたします。何人かの人がね、声かけていけない、これを地道に繰り返すしかないです。わかりました。それがあるってことは、やり続ければいずれ可能性がね、やっぱゼロってことはないと思ってる、はい、もうそれでもうゼロとかだったらね、あれですけど、やっぱり行動しとけば、皆さんそうだと思うんですよ、他の候補者も、絶対いう人たちが出てくる、それが我々のモチベーション、候補者の唯一のモチベーションだと思ってます。なんとかあと7日、はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。スマイル。